ダライアス・ナッシュコーチ、1822年7月23日から1897年2月12日はアメリカ陸軍の軍人、博物学者であり、南北戦争では北軍の少将だった。コーチはポトマック軍の軍団長まで上り、東部戦線と西部戦線の双方で複数の師団を指揮した。1863年のゲティスバーグ方面作戦では、 南軍北バージニア軍の部隊の進軍を遅らせ、重要なサスケ花川を渡れなくした時に指揮下にあった民兵隊が戦略的な役割を演じた。コーチはニューヨーク州パットナム軍にあるサウスイーストの村で生まれ、1846年に陸軍主官学校を同期59人中13番目の成績で卒業した。同級の中にはジョージ・マクレラン。 ストーンウォール・ジャクソン及びジョージ・ピケットがいた。第4がアメリカ砲兵隊の名誉少尉に任官され、米国戦争に参戦した。1847年2月23日には、ブエナビスタの戦いでの勇敢な行動で中尉に、名誉昇進し、その年の12月に正式な中尉に昇進した。コーチは短期間守備隊任務を経た後で、 1849年から1850年は第二次セミノール戦争に参加した。1853年から1854年に1年間の給食を取り、メキシコ北部のスミソニアン博物館のために科学的任務を遂行した。そこでは、高チのキングバードや高チのスキアシガイルと呼ばれることになる新種を発見した。高チは1855年に除隊し、 マサチューセッツ州トーントンに移動して、妻の家族が所有する会社で同製造者として働いた。南北戦争が勃発すると、高知は1861年4月に第7、マサチューセッツ不評連隊の大佐として陸軍に再入隊したが、間もない5月17日に巡将に昇進した。ポトマック軍では、第4軍団の旅団長及び師団長、第6軍団の師団長を歴任した。 半島方面作戦ではそれらの役割でいくらかの成功を収め、特に第四軍団の一個師団を率いたセブンパインズの戦いで功績を残した。7日間の戦いでも師団長を務め、メリーランド方面作戦にも関わったが、アンティータムの戦い自体には参戦しなかった。1862年7月には少々に昇進した。十一月十四日に第二軍団の指揮官となり、 フレデリックスバーグの戦いとチャンセラーズビルの戦いで指揮した。チャンセラーズビルの時は上級軍団長だった。ポトマック軍指揮官となったジョセフ・フッカー少将と喧嘩したコーチは配置転換を要求して1863年のゲティスバーグ方面作戦で新設されたサスケハナ方面軍を指揮した。ペンシルベニア州ルモアーヌのコーチ取りではコーチの指示で建設され、 その名前が付けられた。南軍、リチャード・イーウェル中将の部隊から攻撃される恐れに、対してハリスバーグを守る任務を与えられ、高知の方面軍下にいた民兵隊がスポーティングヒルの戦いで、南軍騎兵隊と小戦闘を行った。これは南北戦争でも最も北で行われた戦闘になった。高知の民兵隊は続いて、ゲティスバーグの戦い後に、 ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍をメリーランド州まで追撃する行動に加わった。コーチの息子ロバートは第56マサチューセッツ連隊の隊員だったが、1864年6月のコールドハーバーの戦いで戦死した。その年の夏遅く、南軍が再びカウチのサスケハナ方面軍が守る地域に侵入し、ジョン・マコーズランド殉将が、 ペンシルベニア州チェンバーズバーグの街を焼いた。12月、コーチは西部戦線に配置転換されて前線に戻り、フランクリンナッシュビル方面作戦とその後の残り期間ではオハイオ軍第23軍団の一個師団を指揮した。コーチは1865年のカロライナ方面、作戦後軍役から退いた。コーチの母所コーチは戦後トントンで、 文民生活に戻り、1865年のマサチューセッツ州知事選に民主党員として出馬したが落選した。その後短期間ウェストバージニア州で鉱山会社の社長を務めた。コーチは1871年にコネチカット州に移転し、1884年まで州兵隊で主警総監と州兵長官を務めた。コーチはコネチカット州ノーウークで死に、 トントンのマウントプレザント墓地に埋葬されている。ありがとうございます。